ジョン・トランブル、ジョン・トランブル、1756年6月6日から1843年11月10日はアメリカ独立戦争期のアメリカ合衆国の画家である。現在ニドル札の裏面に使われているアメリカ独立宣言など歴史的場面を置いたことで有名である。トランブルはコネチカット州レバノンで初代コネチカット州知事を務めた。 1769年から1784年、ジョナサン・トランブルの4、男として生まれた。兄に、アメリカ合衆国会議長やコネチカット州知事を務めたジョナサン・トランブル・ジュニアがいる。1771年、15歳の時に、ハーバード大学の予備課に入り、1773年に卒業した。子供時代の事故で、固めの視力を失っており、 その詳細な画風に影響を与えた可能性がある。トランブルはアメリカ独立戦争の兵士としてボストンでイギリス軍の防御施設を描く特殊任務を行い、有名なバンカーヒルの戦いを目撃した。ジョージ・ワシントン将軍の副官補に指名され、1776年6月にホレーション・ゲイツ将軍の総務局長補となったが、1777年に 大陸軍から除隊した。1780年、ロンドンにわたって王室画家、ベンジャミン・ウエストに指示し、独立戦争の小さな絵画や小型肖像画を描くことを提案されたことをきっかけに、生涯で約250点のそのような絵画を描くことになった。1780年9月23日と1780年10月2日、イギリス人諜報員。 ジョン・アンドレ少佐がアメリカにおけるスパイとしてそれぞれ捕獲され、公主刑にされた。この知らせがヨーロッパにも届き、トランブルは大陸軍においてアンドレと同じような階級の士官として、ロンドンのトートヒル・フィールズ・ブライドウェルに7ヶ月間、収監された。1784年、トランブルは再びロンドンで、ウェストの元に行き、そのスタジオで、 バンカーヒルの戦いと、モントゴメリー将軍の死を描いた。この二作は現在イェール大学画廊に収められている。1785年、トランブルはパリに行き、そこで、コーン・ウォリス将軍の降伏のために、フランス人士官の肖像画を制作し、またトーマス・ジェファーソンの援助もあって、アシャー・ブラウン・デ・ランドによる版画で有名になっていた、アメリカ独立宣言を描き始めた。この絵は、 バーゴイン将軍の降伏、ヨークタウンの降伏及び、ワシントンの総司令隊人と共に、アメリカ合衆国議会に買い上げられ、これら絵画は現在アメリカ合衆国議会議事堂に掲げられている。トランブルの描いた、ジブラルタル守備隊の出撃、1789年は、ボストンアセネウムに所有され、ボストン美術館に収められている。トランブルは1831年に、 年金千ドルでイエール大学に一年の28の絵画と60の小型肖像画を売却した。これが現在トランブル作品のコレクションとしては最大のものになっている。このコレクションは当初他の画家による肖像画とともにイエール大学のオールドキャンパスにあるトランブルが設計した新古典派画廊に収められていた。トランブルの肖像画には ニューヨーク市役所にある等身大、ジョージ・ワシントン、1790年や、ジョージ・クリントン、1791年の肖像もあり、そこにはまたアレクサンダー・ハミルトン、185年、制作、10ドル札表明に使用や、ジョン・ジェイの等身大肖像画、ジョン・アダムズ、1797年、ジョナサン・トランブル及びルーファス・キング、1800年の肖像画もある。その他に、 イエール大学には、ティモシード・ドワイトとスティーブン・バン・ランセラーの肖像が、メトロポリタン美術館とボストン美術館には、アレクサンダー・ハミルトンの肖像が、どちらも設置の胸像から取られた。1833年の自画像、サウスカロライナ州チャールストンの等身大ワシントン、イエール大学の等身大群装ワシントン、1792年、 国立アメリカ歴史博物館のワシントンとワシントン夫人の肖像画がある。トランブル自身の肖像画はギルバート・スチュアートなど多くのものが描いている。1794年、トランブルはイギリスとの条約交渉に当たったジョン・ジェイの秘書としてロンドンで行動し、1796年、 この条約の第7条を遂行するために両国によって派遣された委員会によって5番の委員に指名された。トランブルは1816年から1825年までの9年間、アメリカ美術アカデミーの学長の座にあった。しかし、学生たちとうまくやっていくことができず、その技術が衰えた。最終的に1825年、学生たちの支持のなさ、ゆえに、 学生たちの反乱でアカデミーが潰れナショナルアカデミー・オブ・デザインの設立につながった。トランブルは1841年に自助伝を出版した。トランブルは88歳の時にニューヨーク市で死んだ。当初、その設計したイェール大学画廊の下に妻と共に葬られた。1867年、そのコレクションと以外は新しく建設された。 ストリートホールに移れた。トランブルギャラリーは後に取り壊された。コネチカット州レバノンにあるジョン・トランブル生誕地は1965年にアメリカ合衆国国定歴史建造物と宣言された。アメリカ合衆国議会はその議会議事堂に4枚の絵画を購入するだけの予算を決めたために独立戦争時のトランブルの絵画は4枚だけがそこに掲げられている。 アメリカ独立宣言、バーゴイン将軍の降伏、コーンボリス卿の降伏及び、ワシントンの総司令官退任である。展示されていないものでは、バンカーヒルでのウォーレン将軍の死、ケベックでのモントゴメリー将軍の死、トレントンの戦いでのドイツ人傭兵の捕獲及び、プリンストンの戦いのマーサー将軍の死がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。